バサーストアンにおける一ダイヤビック鉱山はカナダのノースウエスト順州にあるダイヤモンド鉱山である。ノースウエスト順州の州とイエローナイフの北3 0 0キロメートルに一致している。この鉱山は700人の雇用1.6トンのダイヤモンド産出による10億カナダドルにも及ぶ売上高でこの地域の経済に重要な位置を占めている。 ここは1992年に調査され、2001年に開発が始まり、2003年から算出を始めた。この鉱山に行くには、アイスロードを通るか、ダイアビック空港を使うしかない。この専用空港は1600メートルの滑走路しかなく、中型機であるボーイング737が使用されている。この鉱山は、ハリー・ウィンストンダイヤモンド車と、 ダイアビックダイヤモンド鉱山社のジョイントベンチャーが所有しており、リオティントグループの一員である。北極圏から 220km 南にある、グラスコにある島の20平方 km の土地に3本のキンバーライト鉱脈がある。鉱脈の寿命は16年から22年と考えられている。2006年はイエローナイフからのアイスロードが、 近隣の鉱山と共に開通したが、必要な物資すべてを輸送する前にアイスロードは雪解けのため閉鎖され、残りの資材のうち飛行機で運べるものは輸送されたが、そうでないものは翌年に持ち越されることになった。2007年7月5日、7つの鉱山会社によるコンソーシアムが環境への影響を考え、バサーストアに港を作り、 それぞれの鉱山を結ぶ 211km に及ぶ道路を建設すると発表した。2003年には鉱山までのアイスロードの形成と貨物を運搬するトラック運転手を撮影したドキュメンタリーが NHK で放送された2007年にはアイスロードトラッカーズで鉱山へ荷物を運ぶトラック運転手が取り上げられた。ありがとうございます。